皆さんこんにちは、将棋バーチャンネルです。今回見ていくのが第35期竜王戦1組出場者決定戦。こちらの方、先手が山崎隆之八段、そして後手が渡辺明名人となっております。早速見ていきたいと思います。よろしくお願いします。戦型の方なんですけれども、本譜はね、居飛車、お互い居飛車というところで相掛かりの出だしということになりましたね。さあこれね、どのような作戦になっていくのかというところではあるんですけれども、早速ね、先手から飛車先の歩、2四歩、同歩、同飛車と応対していったんですけれども、そのまま返す刀で8六歩、同歩、同飛車と渡辺名人も飛車先を切っていく。さあ8七歩に対して飛車は8四飛車とね、まあ、こちらに引きましたね。さあ対するこちら1六歩とね、まあよくある手はね、2八と引くんですけども、あえてここでね、1六とついていくところがね、やはり山崎八段らしいといえばらしいでしょう。さあ2三歩に対して飛車はこちら2六とね、まあ浮き飛車というところにね、なりましたね。さあここで1四歩と、まあこちらね、端には端をというところで突き返していくんですが、3六歩とね、さあ先手なので積極的に行きましたね。さあそれに対しては5二玉、そして先手も5八玉とね、まあ中央にやって、まあ山崎八段といえば定石系というよりかはね、本当にまあワールドと言われているようにね、まあ独特のね、まあ感性で将棋をね、進めていくので、まあ相掛かりは本当に自分がね、思った通りどういう構想を練っていくのかというところでね、比較的序盤中盤進んでいくので見どころはたくさんありますよね。さあ7四歩に対してここでね、3五歩と早速とね、駒をぶつけていってね、いや早いですね、この段階でぶつけていく。さあ同歩に対して2四歩と、さあこれに対して同歩同飛車と、さあ飛車をね、まあ裏に回っていくんでしょうかね。まあこれに対して本譜は7三銀と、まずはね、まあこちらもう放置しましたね。まあ先に7筋の銀を上がっていってというところで、さあ対して7六歩と、さあ角道をぶつけていって、非常にね、まあ激しい展開を狙ってますよね。まあ先手から角交換すれば同銀に6六角とね、まあ飛車取りと、まあ2二のね、突破もあるというところではあるんですけれども、対して8二飛車と、まあ引いてね、まあ6六角の筋を消してということで、まあ後手としてはね、角交換は別にというところでしょうかね。さあ1五歩同歩と、まず端に手をつけてから3三歩とね、まあ焦点の歩にね、まあ打ってきましたね。さあこの歩どうやって対応するのかというところですが、本譜は同桂と応じておいて、まあこれね、まあここ角道を閉じたというところで3七銀とね、まあここで積極的に上がっていきましたね。まあ後手の角が働かないうちに、まあ4六銀から3五とね、まあこの歩を回収しに行けば、まあ桂頭の弱点もあるというところでしょうかね。まあ対して6四銀、そして4六銀とね、まあ上がっていくというところですね。さあしかしこの3五の歩なんですけども、放置して7三桂とね、まずはもうここね、着々とね、まあどんどん駒を前に前にと言って2枚の桂馬も跳ねて、まあ力を貯めていくと。で、2筋3筋はもう好き勝手にさせますよというところですね。まあ仮にここでね、まあ3五と、もし歩を取ってきたら1三角というね、まあ返し技もありますので、まあこれはね、まあ飛車を成ってね、銀取られるわけにいかないので、まあこうやってね、銀に紐をつけても2三金とね、まあどんどん来てしまいますので、まあこの段階でね、大駒を切って踏み込んでいくのはちょっと差しすぎでしょう。ということで、3五銀はね、1三角の返し技がありますから、本譜はね、6八銀と、まずはね、こちら、形を整えてというところでしたね。さあ、ここね、3五銀と来ないのであれば、後手としてもね、6二金と陣形を整えていく。さあ、先手は6六歩とね、まあこちら、まあ桂跳ねの筋をね、防いでというところで、
さあ、しかし8一飛車と、まあこれね、形よく、まあいつでも角交換になった時に、まあ下段飛車とね、まあ6二金の形が非常に硬いということで、まあ角はね、交換するしないに関わらずね、まあ、この形非常にバランスがいいので、まあ近年よく採用されている形ですよね。さあ、続けて見ていきます。さあ、本譜、こちら、77桂と、まずは跳ねておいて、まあ、6号のね、地点も備えつつ、場合によってはね、いきなり桂交換の筋も出てくるというところですが、まあ、後手はね、一貫して、もうゆっくりね、4二銀と陣形をまとめていってね、まあ、整えていっているので、まあ、かなりね、まあ、これは、後手としては不満のない展開だし、先手がね、どのように手を作っていくのかというところですが、さあ、28飛車と、まあ、ここでね、引いておいて、まあ、こうなってくるとね、1三角のラインがないので、歩は取りやすくはなってきますよね。まあ、しかし、飛車が引いたので、2五歩と、まあ、桂馬を使って飛車先を止めるということですね。まあ、ここで3五銀と行くのかなと思ったんですけど、ここでね、6七銀とね、まあ、陣形を整えたんですよ。なので、この瞬間に1三角とね、上がられて、この銀の活躍がちょっと見込めなくなりましたね。まあ、なので、変えてここでは銀を飛び出していく手は非常に有力だったかと思いますね。1三角と出た手に対しては2四歩と、まあ、打てるということなので、まあ、これでどうかという展開はありましたよね。まあ、ただしね、歩を打って釣り上げられるというのあるんですけど、まあ、ここでね、1号強と走る勝負手もありますので、十分先手はこれは戦える形になってましたね。まあ、これ取っていくとね、まあ、やはり2四角で、まあ、これはちょっとね、まあ、後手がうまくしのいだという形になりますけども、まあ、このね、3四歩を放置して、1号とね、走れば結構勝負系だったのではないかなというところありましたけども、まあ、この3号銀を見送ったので、本譜は6七銀。それに対して1三角とね、まあ、この銀を進出させないぞというところでしたね。さあ、先手としてはね、まあ、せっかくね、まあ、焦点の歩から銀を繰り出していくという構想だったんですが、1三角でね、防がれてしまったので、まあ、王様をね、安定させるということでしたね。まあ、変えて、まあ、こう走っていく手というのもあるんですけど、これはかわされてしまってね、まあ、香車は紐の紐が、飛車で紐がついているのでね、まあ、すぐ取るとなると、まあ、簡単にね、同飛車がね、反撃されてしまうということになりますから、なかなか1号飛車と、1号香車と走るタイミングがね、難しいところですので、まあ、6、8、玉と本譜はね、陣形を整えていく。まあ、しかしね、ここで2、3、金と、まあ、柔軟ですよね。まあ、位を取ったので、位の確保ということと、やはり1号とね、もう走れなくなりますよね。1四歩で抑えられてしまうというところもあるので、このあたりはね、うまく渡辺名人が序盤の駒組みでリードを奪ったと言えるでしょうね。さあ、5八金と、やはり先手も整えていってチャンスを待つと。さあ、しかし2四角と上がってね、もう1号強の筋はもう完全に受け切るということですが、ここで7九玉と、まあ、玉形を固めておいてね、先手は、まあ、後手がね、ちょっと駒が伸びてきたので、まあ、硬いところに、まあ、後でね、反撃含みを見せていくと、チャンスを待っていくということですね。さあ、しかしここで3、4、金と、もう金をね、まあ、上に上がって完全に抑え込みに行こうということです。しかしここで9、7、角とね、先手も眠っていた角を、まあ、端にね、出していって世に使っていこうということですね。さあ、この端角には端歩と、まあ、じっくり伸ばしていこうと、プレッシャーをかけていくんですが、さあ、ここでね、山崎八段、もうここでズバッと、6四角とね、まあ、いきなり切っていきましたね。まあ、よくある手としては、まあ、9五歩とね、待ってね、同歩同香と、走ってから切ってね、同角に香車を拾うと。で、銀香と、まあ、角の交換というのはね、よくある手筋ではあるんですけども、まあ、本譜はね、まあ、この3、4、金型をちょっと咎めに行くということですよね。6、4、角、同歩に、すかさず2、3、銀打ちと、まあ、このね、金を狙いに行って、まあ、勝負をね、かけていこうということですね。まあ、少し、このね、1筋から3筋、飛車を抑え込められてしまったので、まあ、とはいえね、どこかで勝負形を作っていかないと、ね、やはり守ってばかりとかね、
まあ、じゃあ勝てないので、相手がどんどん良くなってきますからね。まあ、こう、角を切ってでも打っていくということで、さあ、本譜は4四金と、まずはかわすんですが、2二銀なりとね、まあ、ここになっていきましたね。次はね、2三と、なり銀を引けば角は取れるぞというプレッシャーを見せていくんですが、渡辺名人、この2三はね、どうでもいいと。まあ、9五歩とね、まあ、ここで端に手を伸ばしていくんですよね。まあ、仮に2三と次な、寄ってきたらね、もうこれはね、こう、3四金と寄ってしまえば、まあ、取り返せるということですよね。取ってきても取り返せますよということで、もともと先手が角を切ってきたので、まあ、これね、別に駒損してるわけではないですからね。まあ、これで十分ということで、まあ、2三成銀は怖くないということですから、端に手をつけてね、まあ、攻めの手というところでね、ガンガン攻めていこうということですね。さあ、先手としてはね、2三成銀がね、ちょっと効かないぞということなので、ここでね、7五歩と、系統を攻めていってね、まあ、盤面を広く使って戦場を拡大していく。さあ、しかし9六と取り込まれていって端の突破が見えてくる。さあ、7四歩と、まずは系統を攻めるんですが、本譜は8五桂と跳ねて、同桂、そして同飛車とね、まあ、さばいていくということですね。さあ、ここでね、まずは一回端を受けておいて、まあ、これ耐えていこうということなんですが、ここはね、機敏に7五飛車と、歩の裏に回っておいて、次にね、7七歩とね、叩いておけば拠点ができるということで、非常に厳しい飛車回りということで、まあ、渡辺名人がね、まあ、徐々にね、優勢を広げていこうというところですね。さあ、本譜ここで7六桂打ちとね、まあ、駒がないのでね、まあ、7七歩を防ぐためには、桂馬でね、まあ、頑張っていこうということですが、まあ、しかしね、この桂馬もただ守っただけじゃなくて、まあ、将来的に桂を跳ねればね、王手になるので、まあ、反撃も見せているということですね。まあ、変えて、桂馬を節約してね、金とかを寄ってね、数を足してしまうと、金が寄ってしまうとね、まあ、このあたりの守りが空いてしまいますから、まあ、角をうまく使われてしまうとね、やはりそのまま先手が苦しいだけになりますからね。これはちょっと勝負もね、かけて反撃含みで受けていこうという7六桂打ちです。さあ、これに対して、さらに3四角打ちと渡辺名人はね、まあ、角をうまく使って王様を寄せていこうということですね。さあ、こうなってくるとね、まあ、ちょっともう受けが厳しいので、まあ、1一成銀と、まあ、ちょっとね、そっぽに行ってしまうんですけれども、まあ、駒を入手してね、まあ、いずれ反撃のチャンスを待つということですね。さあ、ここで、本譜は7四飛車とね、まあ、冷静に歩を払いつつ、桂の頭をね、開けていって攻めていこうという冷静なね、まあ、渡辺名人の徐々に攻め筋を広げていく。さあ、5六歩とね、まずは角の利きをね、まあ、いきなり切られる筋とかも出てきたら困るので、まあ、ここで角の利きを止めてというところでね、まあ、なんとか粘っていこうということなんですが、これに対して5四歩と、まあ、自然にね、王様の懐も広げつつと、場合によってはね、まあ、そのままついてしまってね、角筋を通す。まあ、そういったところも出てくるのでね、まあ、こういったところで手を渡していきました。さあ、ここで1五香車とね、まあ、ここで先手としては暴れていってでもね、なんとか手を作っていきたいぞということですね。まあ、これ取ってくれればね、まあ、こう1八飛車と回っていって勝負形にできますよね。まあ、角取りなので、まあ、仮にね、歩で受けたとしたらもうズバリ切ってしまって、まあ、これは王様と飛車のラインがあるので、こう8五角といってね、まあ、こういった王手飛車取りで勝負をかけていこうというね、狙いもあるので、この働いてない飛車と角の交換はね、まあ、大歓迎というところのね、まあ、位置づけではあるんですけれども、さあ、ここですね。なので、この香車は取らずに放置していこうということなんですが、ここでね、渡辺名人5三銀とね、まあ、ここもさらに手堅くいったというところなんですけれども、この次の一手でね、山崎八段がね、素晴らしい手を放って、この手をね、渡辺名人が少し見逃していたと、見落としていたということですね。その手というのが1三香成と、まあ、こちらになり捨てるというところですね。まあ、これね、放っておくと次1四と引かれると角取りになってくるし、角をね、取られたらさらに角に当たるという非常にね、まあ、放置できない
成香なんですよね。まあ、変えてね、ここ5三とやらずに7七歩からね、まあ、釣り上げていって7五歩とね、まあ、攻めていけば、よりね、まあ、後手がリードを広げていけたというところなんですが、このね、歩取られる前に6四桂とね、跳ねる手が王手になるじゃないですか。なのでね、この桂馬を跳ねさせないように5三銀とね、まあ、上がっておいて、まあ、よりね、まあ、次の、今の攻めですね。7七歩から7五歩とね、まあ、より厳しくね、迫っていこうというところで、行ったんですけども、ちょっとね、ここで1三香成というね、素晴らしいね、勝負手が出たので、ちょっと行って遅くなってしまったんですよね。まあ、なので、この香車、まあ、1四と引かれてしまうと、角がね、どんどん取られてるので、まあ、同角と相手するしかなかったんですが、ここで待望の1八飛車とね、回っていって、飛車が4に出ることに成功するんですよね。かといってね、角をとも差し違える予定、まあ、この王手飛車ラインがありますから、角はね、ちょっと渡せないぞということで、本譜は3一角と、まあ、低いってね、まあ、逃げてかわすんですけども、すかさず2一成銀とね、まずは一旦角取りでね、当てといて、4二角、そして2二成銀とね、まあ、成銀をうまく使って次、飛車をね、1段目にズバッとなっていけば、非常にね、後手玉も怖い形にすることができたというところでね、まあ、このあたりで少し勝負系を持ってきたというところですね。さあ、しかしこの瞬間は手番、渡辺名人なので、本譜7七歩と打って、同金とね、まあ、これで受けるスペースをなくす歩ですね。叩いておいてから7五歩とね、まあ、打っていくという攻め筋でしたね。まあ、これは桂馬がね、まあ、跳ねていってしまうと同銀と取れますよというのが5三銀の効果なので、まあ、本譜ね、まあ、ここはもう無視して1一飛車成とね、まあ、攻め合いに活路を見出すということでした。さあ、ここに対してですね、まあ、本譜の攻め筋が7二香打ちとね、したんですよね。まあ、ちょっとこちらがね、攻めとしては、ちょっと疑問というところが出てきましたね。まあ、下から香車は非常に強力ではあるんですけれども、まあ、飛車を捨てる形になってくるので、まあ、本譜はね、まあ、ここで7八香と受けてきたということでしたね。さあ、7六歩と取り込んで、同金、それに対して7七歩とまずは叩き、同香、そして7五歩とね、まあ、やはり受けるスペースをなくしてから7五歩とするんですが、ここでね、8五金とかわして、まあ、構わず7六歩と攻めていきます。さあ、とはいえね、まあ、ロケットにはなっているので、本譜同香、同飛車、同銀とね、まあ、すべて清算して、最後の同香の形が王手になるということで、まあ、この攻めがつながるかどうかというところなんですけども、ここでまずは6八玉とかわしておいて、そして5六角とね、まあ、飛び出していって、まあ、これで迫っていこうというところなんですけれども、ここで7一飛車打ちとね、まずはここでね、まあ、詰めろをかけつつ自玉にね、安全にと、攻防の飛車を放っていくと。さあ、これに対しては、まずは5五桂打ちとね、まあ、しておいて、まあ、これで、なんとかね、していきたいというところですね。さあ、この終盤戦どうなっていくのか、早速見ていきましょう。さあ、この5五桂馬、6七地点にね、まあ、殺到しているぞというところなので、本譜はまずは同銀と、もう桂馬を外していきましたね。さあ、同歩、それに対して7五桂打ちとね、まあ、王様を完全に閉じ込めて詰めろをかけていく。さあ次は4一のね、まあ飛車、竜までのね、詰みなので、本譜は5一桂打ちとね、まあこちら、飛車の利きを遮って耐えるんですけども、5九玉と、ここで早逃げをしていくんですね。さあこれに対して、7七香成と、まあ成香をね、作って攻めてはいったんですけれども、3二成銀と、まあ、寄っていく手、まあ、4一竜までの詰めろ詰めろと、さあ、後手玉が非常に狭い、3一香打ちと、まあ、ギダでね、なんとか粘っていくというところですね。まあ、これに対しては、ただでもちろん取られてしまうんですが、この瞬間ね、斜め駒がないので、
まあ、この瞬間は空いているということで、ここで一度7四歩とね、まあ働きをかけていってね、まあここで何かあやを作れるかどうかというところですが、もちろん同金と、まあ金で取っていくんですけれども、さあここで6一金と引いておいて、まあ飛車取りですね。さあこれね、この飛車をどうするか、さあ7三飛車成と、さあ逃げておいて、まあ角でね、まあ金の紐がをつけとかないといけないので、まあ竜はね、縦の筋で逃げていくんですが、さらに6二銀とね、まあこれでね、受けていこうというね、渡辺名人の粘りの姿勢が見えます。さあしかしこの瞬間に5三歩とすかさず叩く、さあ同角と、まあ取った手に対して、早速2二竜と王手、さあこれに対して4二銀打ちとね、まあ耐えるしかないということですね。まあ節約して受けてしまうと5三歩からね、まあ即詰みということになってしまいますので、まあ、本譜はね、4二銀打ちとね、まあ本当は攻めに使いたいんですけれども、まあそのね、使う暇を待たさないね、まあ山崎八段の、まあ見事な猛攻でしたね。まあしかしこの瞬間、竜取りなので、ここで8三竜とね、一度かわしてというところで、さあ7二銀打ちとね、もう本当にもう攻める手はね、ないので、まずはここをしのごうと。いうことで、自陣に銀を投入して、まあ、さらに粘っていこうというところでしたが、ここでスッとね、3二竜とね、入っていく手がね、非常に厳しいですね。4一地点ね、もう受けが効かない形になってしまう。さあ、しかしここで2三角とね、まあ、ただで捨てて粘るんですよね。まだまだ粘っていくぞと。さあ、ギダの角、もちろん同竜と取られるんですが、この瞬間はね、まあ離れたと。とはいえ、角を渡したのでね、4一角があるので、本譜は一応ね、3一銀と外していくんですね。さあ、これに対して、先手としても、8六竜と、冷静に竜取りを引いて、さあ、7三歩と追い払うんですが、8四金とかわしてね、まあこの局面でね、ちょっと渡辺名人、無念の投了となりましたね。いやー、ちょっとね、まあ、受けてしのごうとしたんですけれども、いかんせんね、まあ、ちょっとこれ以上ね、まあ、攻める手もなくて、ちょっとじわじわと悪くなるだけの展開なのでね、まあ、これ以上はちょっとね、見通しが立たないというところでね、まあ、投了やむなしというところでしょうかね。まあ、続くて、まあ、粘るとしてはね、まあ、9五銀とかで、まあ、両取りはかけれるんですけど、まあ、そうですね。まあ、一度王手とかしておいて、まあ、こうしてからね、7七と、もう外されていくとね、先手陣の、ちょっとね、攻められる心配が全くなくなって、まあ、金はね、取れるんですけれどもっていうところですよね。これ以上見込みないので、ゆっくりね、まあ、少しずつ弱点、系統とか、風とかでね、まあ、弱点があるので、まあこうやってゆっくりね、離れ駒を作りつつと攻めていけば、まあこうやってね、ゆっくり攻めるだけで多分勝ってしまうという展開ですからね。まあこうなってくると、まあ金打って粘ることはできても、もうね、攻めの見込みが立たないので、まあこれはちょっとね、さすがに渡辺名人もこれ以上はちょっと指すところはないなというところでしたね。いや、非常に序盤中盤ね、渡辺名人がうまくね、優勢を拡大してたんですけども、1三香成からね、まあうまくね、あやを作っていってというところで、山崎八段が、ここね、うまく大逆転と言っていいでしょうね。これは素晴らしい勝利でしたね。ちょっと勝敗の分かれ目となったね、まあ、ここですかね、まあ、このちょっと前ですかね、この5三の銀に対して1三と、まあ、勝負手、放っていったんですけども、まあ、変えてね、まあ、ここはシンプルに、同じように攻めていけば、攻め倒せたぞ、というとこですね。まあ、ちょっとね、やはりこの王手、怖いんですよね。同飛車と取ると、田楽差しが残っているというところもあるんですけども、まあ、これをね、恐れずに、飛車を封じ込めているので、まあ、これに対してはね、まあ、かわしておくぐらいで、まあ、取らせてもね、まあ、特に、現状で金しかないので、同玉とした形で、まあ、これ以上ね、怖い攻めはまず来ないので、まあ、ここからゆっくり立て直していって攻めていくというのもね、まあ、有望ではありましたよね。まあ、こうやって本譜と同じように攻めていっても、まあ、ちょっともこれが遅
相手攻めないでね、遅くなるので、もらった香車をね、打ち返して攻めていけば。これは後手有望な展開にはなってたかと思いますね。あともう一箇所ですね、まあ、ここから勝負に行ってね、同角1、8と、まあ、こうね、うまく使っていって、最後香車を下に打ったところですね。まあ、ここで1、1となって、7二香車とね、まあ、下から打ったことによって、最後にね、まあ、香車残って王手なるんですけども、まあ、シンプルにね、まあ、取り込んでおいて、同銀に対して上からね、まあ、さらに歩を打っていくっていうのがね、非常に有望でしたよね。まあ、こうしておいて香車を打っておけば、まあ、同じような変化になるんですけど、まあ、仮にね、まあ、これは一回止めておいても、取ってとして、まあ、こう角を飛び出していけばね、非常に受けにくいと、まあ、飛車をね、取るタイミングもね、難しくなりますので、まあ、ここでね、まあ、飛車を取ってしまうと、やはり頭金がありますから、まあ、一度ね、角道を遮断するしかないんですけど、構わずね、歩を突っ込んでおけばね、まあ、飛車を取るタイミングというのが非常に難しいですよね。飛車を取られてしまっても同角もあるし、歩なったらね、余計、もう耐えられなく受け駒がないので、まあ、ちょっとね、いろんな攻め筋あったと思うんですけれども、まあ、このようにね、まあ、香車は上から打っていけば、まあ、飛車を取る暇がないので、まあ、最後にね、大砲の飛車が残るという方がちょっと怖いというところもありましたけども、まあ、ここでね、まあ、7二香も自然な最後王手で通るのでね、まあ、非常に難しい判断ではあるんですけども、このね、あたりをうまくしのいでいった、やはり山崎八段がね、まあ、このあたりは、素晴らしかったというところでしょうね。いや、ここからはね、まあ、互角の展開ではあったんですけれども、眠ってた飛車をね、竜で退路封鎖して、そして、まあ、飛車をね、捨てる攻めを渡辺名人がしたので、まあ、飛車を手に入れることができましたから、まあ、効果的にね、まあ、2枚の飛車で王様を迫ること、そして退路封鎖することに成功して、まあね、結果的にはね、うまくしのいでいったんですけれども、最後のね、まあ、こうやった退路封鎖からの寄せというのがね、非常に素晴らしくて、まあ、あとはね、間違えることなく、早逃げして安全圏を作ってから寄せていったというね、見事な攻めでしたね。まあ、評価値、結果的にはここで変わったんですけども、まあ、4号 K とかね、まあ、ソフトは示してたりしてますけどね。まあ、なかなか難しいですよね。まあ、2枚の下で。寄せられて王様も狭いとなると残り時間の少ない実戦的ではね勝ちはちょっと難しいのは仕方ないので、まあ、成り駒を作っていって確実な攻めというのもできるんですが、それ以上にね分かりやすく攻めていったので、まあ、あとはねここの渡辺名人の義だとか、まあ、最後に出てきた2、3角とかもね、まあ、本当粘り方というのもね勉強になったかと思いますので、まあ、ここもね、まあ、金を抜いてとかいろいろ頑張ってたんですけども、この辺りは的確に山崎八段が攻めて、これでね、竜王戦勝ち残りというところで、いや、渡辺名人、ここでちょっとね、竜王戦敗退とはなりましたけどもね。まあ、ここであとはね、竜王戦タイトルホルダー、永瀬王座が残ってはいるんですけれども、ここまでですね、投了図。というかね、まあどうなってくるのか、藤井聡太竜王のね、まあ挑戦者、まだまだわかりませんけども、1組はね、ちょっとあとタイトルホルダーがね、まあ、永瀬王座だけが残った状況となってますが、いやー、それにしてもね、山崎八段がうまく指したなという将棋でしたね。ということでね、まあ、ちょっと動画長くなりましたけどもね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価していただければと思います。それでは、また見てください。バイバイ。